はいどうも、ミニマリストたけるです。本日の動画では貧乏時代だった僕がやめた10の習慣ということでお話をしていきたいと思います。結構僕自身 YouTube で言ってることなんですけども、本当に2年前3年前っていうのはめちゃくちゃお金に困っていてですね、というのも僕自身難病を抱えていて原因不明で治らない病気なんですね。で、病状が悪化してもう半年とか1年とかお金が欲しくても働けない、働きたくても働けないっていう状態がずっと続いていて、もうめちゃくちゃお金に困ってたんですよ。で、やっぱりお金に困るって原因があると思っていて、で、いろいろ生活とか習慣を見直してやめた習慣っていうのが10個あるので、まあ、他にもいろいろあるんですけども、僕自身がやめてよかったなって思う習慣が10個ありますので、そちらを紹介していきたいと思います。ということで、まず一つ目がですね、お金イコール汚いとかお金儲けイコール悪みたいな常識をまず捨てました。これ結構皆さんあるんですけども、まあ、僕自身もですね、昔お金が欲しい、収入を増やしたい、もっと自由に働きたいと思ってアフィリエイトっていうその情報商材を買った時があったんですね。その情報商材の金額が、まあ、大体25とか30万円ぐらいする教材を買ったんですけども、でも結局結果は出ずに2ヶ月3ヶ月ぐらいやったんですけど全く結果が出なくって、あ、これやっぱり詐欺だったんだみたいなのもありました。だからなんかそのお金儲けしているとかお金の話をしている人イコール詐欺師だとかなんか下水やつみたいに思っていた時期もあったんですね。でもいろんなビジネス書とかを読んでると、お金を嫌ってる人、お金を稼いでる人を嫌う人ってお金に好かれない、つまりお金が入ってこないって書かれてるんですよ。で、お金をじゃあ増やすために、貯金だったり収入を増やすためにはどうすればいいかっていうと、お金を好きっていうこと、お金を好きになることがめちゃくちゃ重要だよっていう風に書いてあって、で大体どのビジネス書とかにもそれが書いてあるんですよ。だから僕自身お金イコール汚いとかお金儲けイコール悪みたいな常識、固定概念っていうのをとにかく手放そうと意識しました。続いて2つ目に僕がやめた習慣っていうのは、成功者を批判する、非難するっていうことですね。やっぱり先ほどにも言ったように僕自身以前詐欺にあったりとかしてるので、やっぱりそのうまくいってる人が羨ましくてたまらなかったんですよ。僕は全然人生うまくいかなくて、なんであいつだけうまくいってるんだみたいな嫉妬して、まあ、批判をしたりとか、どうせ詐欺だとかっていう風に言ってたんですけども、それだと僕の人生が変わらないんですよね。自分自身成長しないし、で先ほどにも言ったようにお金イコール汚いとかお金儲けイコール悪だみたいな常識を手放すようになってから、その成功者から学ぶようになったんですね。これがめちゃくちゃ重要で、やっぱりお金が好き、お金が欲しいとか成功者を尊敬したりとかすると、自分の成長につながって、で自分の行動につながって、で人生が変わるから、そっちの方がうまくいくんですよ、人生が。だから僕自身最初のステップ、お金儲けしている人はいい人だとか、お金を稼いでも別に何にも悪くないと、むしろお金があった方が自分の好きなこととかやりたいこともできるし、人の役に立つこともできるし、助けることもできるし、お金を稼ぐってめちゃくちゃいいことなんだっていうふうに固定概念を改めたことによって、いろんな成功者から知識だったりノウハウを吸収するようにもなれたし、なんて言うんでしょう、そのお金に対するメンタルブロックって言っていいんですかね、まあ、そういうのをしっかりと解除するっていうのは大事なんじゃないのかなと思います。で、まあ、成功者を批判したりとか悪口を言うとかではなくて、もちろん合う合わないとかはあると思うんですけど、いい部分だけをとにかく吸収する、で自分自身も真似してみるっていうのは、まあ、すごく大事なんじゃないのかなと思います。そして3つ目ですね、僕がやめた習慣3つ目は、漠然と仕事をするっていうことですね。昔はただただお金を稼ぐために仕事をしてました。だからまあ、上司の言いなりというか、まあ、イエスマンですよね。やれと言われた仕事しかやらないからつまらないし、当然ながら収入も上がらないし結果も出ないし何のためにもならないんですよ、自分にとって。でもその考えを改めて今となっては、
もちろんお金を稼ぐために仕事をするっていうのも間違ってはないんですけども、人の役に立つとか悩みを解決することが仕事なんだ、人を喜ばせることが仕事なんだっていうふうに考えるようになって、じゃあ自分自身ができるだけ多くの人を助けるために、悩みを解決するためにはどうすればいいだろうかみたいな発想にもつながってきたので、まあ、それで結構、まあ、登録者が増えたり視聴回数が増えたり、まあ、収入が上がってきたのかなっていう部分もあります。これがただ単にその単純作業としてただ漠然と仕事をするっていう働き方をしてると、もちろん収入も上がらないし、で収入も上がらないから貯金も増えていかないし、つまらない人生になってしまうんじゃないのかなと。もう人生の半分ぐらいは仕事で埋まるわけじゃないですか。だからいかにその仕事を楽しめるかっていう意味で、人の役に立つ、人を助ける、人を救うっていう考え方で働くっていうのはめちゃくちゃ重要かなと思ってます。で本当にまた繰り返しになるんですけども、年収が高い人って別に下水とか汚いことをしてるとかではなくて、むしろ年収が高い人ほど人の役に立ってるんですよね。多くの人の悩みを解決しているから、その対価としてお金が集まってくる、入ってくるわけなので、そのお金に困る人とそうじゃない人の違いってそこなんじゃないかなと僕自身は思ってます。ただ漠然とお金を稼ぎたいと思って働いているのか、それとも人の役に立ちたいと思って働いているのか、この差がすごく大きいと思います。やっぱりお客さんとして何かサービスだったり物をね提供してもらうってなった時に、やっぱりそのただ単にまあお金欲しさに働いている人よりも、人の役に立ちたいと、悩みを解決したいっていう風に働いている人の受けたいじゃないですか、サービス。だから指名を受けたりとか、まあ、登録してくれたりとか、イベントに参加してくれたりとかするからお金が集まってくると思うんですよね。でさらにもっと成功していく人って、その集まったお金で、まあ、自分の自己成長につなげて、もっといい情報を提供しようとか、もっといいサービスを提供しようっていう風にお金を使ったりとか、あとはお客さんに還元したりとか、とにかくお客さんファーストで動いていく人がどんどん成功していくと思います。もらったお金を自分の私利私欲のために車を買ったり大きい家を買ったりしても、お客さんのためにはならない。もちろん自分のストレスを軽減させるっていう意味でお金を使うっていうのはもちろん大事なんですけども、とにかく人の役に立ちたいとか、社会貢献したいとか、助けになりたいっていう思いで時間を使う、お金を使うっていうのはすごく大事になってくると思います。はい、ちょっと話が脱線しましたけども、続いて4つ目、僕がやめた習慣は自分を安売りするっていうことをやめました。昔特に会社員だった時は特にこれをやっていて、ただ働きをするとか無料でボランティアするっていうことをよくやってたんですね。で僕は自分の労働力を安売りするっていうのはもうやめようと、自分のやっぱり価値を高めていくためにもただ働きはしないし、しっかりお金はきちっともらうっていうふうにしています。お金をやっぱりもらうことによって自身のプレッシャーにもなるし、それなりのクオリティのものを提供しなきゃいけないっていう、まあ、プレッシャーにもなるし、あとは質のいいものを提供しよう、できるだけ多くのものを還元しようって思えたりとか、あとはお金をいただいたことによって自分の価値を高めていこうというふうに思えるんですよね。でもそれがただ働きをしますとか、お相手がお金払うよって言ってくれてるのに、あ、いいですいいですっていうふうにこだわってしまうと、そのチャンスがなくなってしまうんですよね。つまりお客さんにいい情報提供できなくなってしまったりとか、自分の成長にならないから、結局同じサービスだったり商品しか提供できないっていう風になってしまうので、だったらありがたくお金をいただいて自分の自己成長にお金を使う、もっといい商品を生み出してお客さんに提供して、お客さんに喜んでもらうっていうのがすごく大事になってくると思います。やっぱり本当に繰り返しになるんですけど、多くの人はお金イコール汚いとか下水っていう風に思いがちで、誰かからお金あげるよって言われた時に、あ、いいですいいですって遠慮しがちなんですよ。それって結局自分を過小評価してるのと同じで、自分に自信がない、自分に提供しているサービスだったり商品に自信がないからそうなってしまうのかなと思っていて、自分に自信をつけるためにもやっぱりいただけるものはいただくっていうのはすごく大事になってくるんじゃないのかなと思います。だから何かね、商品を売るとかサービスを提供するときに、
やこれちょっと高すぎかな、もっと安くしようかな、割引しようかなっていうふうに考える人もいると思うんですよ。なるべくお客さんには低価格で商品提供、サービス提供したいってね思う方もいらっしゃると思うんですけども、僕自身はその発想とは逆でもう安売りしないと決めたので、お金をしっかりいただいてもう自分のそのサービスのクオリティを維持する、さらには向上させるためにしっかりとお金はいただくようにしています。でいただいたお金を自己投資に回して自分の成長につなげたりとか、社会的価値を上げたりとか、情報の質を上げたりとかっていう風にまたさらにお客さんに還元できるようにお金を使っているので、時間と労働力を安売りしないっていうのは結構大事なんじゃないのかなと思います。続いて5つ目ですね。僕が辞めた習慣5つ目は遊びとか娯楽にお金を使うっていうことを辞めました。でこれなぜ遊びとか娯楽をやめたのかっていうと、リターンが少ないからなんですよね。つまり費用対効果が薄いというか少ないんですよ。支払ったお金に対してのリターンが低いなと思っていて、もちろん気分転換だったりとかストレス発散で使う分にはいいんですけども、支出が増える上に収入は増えないじゃないですか。遊びとか娯楽に使っても直接的な関係性ってないですよね。だから僕はなるべく仕事につながるものだったりとか、時間を生み出してくれるものだったりとか、そういったところにできるだけお金を回したいなって思ったので、なるべく遊びとか娯楽とかにはお金をかけなくなりました。とにかく自己成長と貯金、あとは僕自身今まで経験したことのないようなことにお金を回したりとかっていう風にやってきました。で結構僕自身この YouTube の発信をしていて言われるのが、なんでそこまでお金を稼ぐんですかと、ミニマリストだったら別にそこまでお金稼がなくてよくないみたいなことを言われたりとか、あと僕自身結構 Twitter で、今月はいくらいくら稼げましたみたいな報告をするとですね、なんかお金にがめついとか、お金にガツガツしていて嫌だっていうふうに思う方もいらっしゃって、でも僕自身なんでお金を稼ぎたいかっていうと、別に生活が苦しいからとか新しいものを買いたいからとか、そういう意味で働いてるわけではなくて、その仕事イコール趣味になってるから、とにかくお仕事を頑張りたいっていうのもそうだし、だから自然とお金が増えていくっていうのもあるし、かつ僕自身大事にしてるのはやりたいことをやるために、好きなことをもっとやっていくためにお金を稼いでいるんですよね。お金がないとできないことってあるじゃないですか。例えば結構僕のチャンネルでは人気なんですけども、日本全国のミニマリスト社を取材するっていう企画とかもお金がないとできないんですよ。だから、先ほどにも出てきましたけど、安売りしない、しっかりと広告をつけてお金を回収するっていうのもしてるし、あとはイベントやるにしてもやっぱりそれなりのお金、費用がかかるわけじゃないですか。でイベントに参加したりとか、そのコラボ動画を見ることによって皆さんの生活が変わったりとか人生が変わるので、そういった意味でもしっかりと僕がお金を回収しないと皆さんにいいものを提供できないっていう風な考えなので、僕自身はお金を稼ぐようにしています。僕自身それに対して罪悪感を感じているわけではなくて、僕が稼ぐことによって皆さんが喜ぶっていう発想ですね。でも多くの人が勘違いしやすいのは、あんまり僕が稼いじゃうと皆さんから悪く思われちゃうんじゃないかみたいな風に思ってしまって、負の悪循環になってしまうんですよね。僕がお金を稼ぐと皆さんもハッピーになるっていう発想の転換にしないと人生がうまく回っていかないんじゃないのかなと思います。だからそういう負の循環は僕自身手放すようにしましたね。ただ大事なことがあって、これ6つ目のポイントなんですけど、お金のことばかり考えるっていう習慣を僕自身は手放しました。ちょっと矛盾しているように聞こえるかもしれないんですけども、これはどういうことかっていうと、要は自分ばっかりお金を得よう、どうやったらお金儲けできるかみたいなことばっかり考えてる人ってうまくいかないんですよ。で僕自身はどういうふうに意識をしているかっていうと、お相手を幸せにすることが先、その対価としてお金をいただけるっていう順番なので、自分ばっかり先にお金を得ようじゃないんですよね。たとえ無収入でもボランティアだったとしても、まず最初に相手に得をさせる、幸せにするっていうことが重要です。じゃないと信用してもらえないんですよね。だから僕自身 YouTube の規約で登録者1000人以上、4000時間以上いかないと収入がもらえない、収益化されないので、だいたい半年ぐらいずっとただ働きをしてきました。
でもその結果が認められて、努力が認められて収益化が進んでいって、まあ、今ではだいたい100万円ぐらい稼げるようになったんですけども、お金のことばっかり考えたらこれはできなかったと思います。半年間もう無収入の状態でただ働きってできなかったと思うんですよね。だからどれだけお相手を幸せにできるか、悩みを解決できるかっていう、お客さんファーストでいくことがすごく重要だと思います。どうやってお金を回収しようとか、どうやってお金儲けしようみたいな発想だと、ほとんどのビジネスでは失敗するんじゃないのかなと思います。まずはお客さんに喜んでもらう、でその対価としてしっかりお金をいただくというふうにやっていくと、うまくビジネスが回っていくと思います。そして7つ目に僕がやめた習慣は、情報収集しないっていう習慣ですね。結構多くの人は忙しいを言い訳にして勉強しない、情報収集しないっていう人が多いと思います。僕自身も昔はそうでした。なんかどうでもいい情報ばっかり集めちゃうんですよね。例えばテレビをつけて暗いニュースだったり殺人だったりとか、まあ、そういうニュースばっかり聞いたりとか、あとツイッターとかフェイスブックとかインスタとかでもうどうでもいいような情報ばっかり見てたりとかするんですけども、そういう習慣をとにかく断ち切りましたね。とにかく自分にとって必要な情報、自分を成長させてくれるような情報だけをピックアップしようと、集めていこうと思ったので、なんかそういう自分にとって不要な情報を発信している人は立って、で今自分が欲しい情報を提供しているアカウントだったりチャンネルっていうのをフォローして、その情報だけに囲まれるっていう風に環境を整えてきました。そっちの方が効率的だと思うんですよね。やっぱり無駄な情報とかに囲まれてしまうと、どの情報が自分にとって必要なのかもわからなくなってくるし、迷いが生じたりとかするんですよ。言ってることが違ったりとかすると、え、どっちが正しいんだろうみたいな風になっちゃうから、とにかく無駄を削る、不要なものは手放して、情報を手放して、あ、この人からはいろいろ学べそうだなとか、今自分が必要としている情報を発信してるなっていう人がいたら、とにかくそういう人をチャンネル登録したりフォローしたりするようにしています。そして8つ目はですね、アウトプットしないをやめました。昔僕はインプットだけになっていて、本を読んで満足したりとか、セミナーイベントに参加して満足で、実践したりとか人に教えたりっていうことをしてなかった、アウトプットしてなかったんですよ。でアウトプットしないと人生って変わらないんですよね。でそして先ほどのお話に戻るんですけども、人を助けられない、悩みを解決できないので、アウトプットすることってめちゃくちゃ重要だと思います。普段皆さんが勉強したことだったりとか、インプットしたこと、情報をとにかく何でもいいので、 Twitter だったり YouTube だったりとかで発信すると、その情報を知った方々の生活の質が上がったりとか、皆さんがその情報を知って行動して人生変わったっていう体験を、その情報を知った方々にも同じ体験ができるようになるので、お互いに幸せになれるんですよね。っていう意味でも、いい情報があったら皆さんにシェアする、アウトプットして提供するっていうのはすごく大事になると思います。続いて9個目に僕がやめた習慣っていうのが、ちょっと先ほどと被ってしまうんですけども、テレビとか SNS をダラダラ見ないっていう習慣ですね。まあ、テレビはそもそも僕自身も見ないと決めたし、 SNS とかも、 もう Twitter とか YouTube っていうのも僕自身登録とかフォローしてる人って少なくて、先ほどにも言ったように本当に自分にとって必要な情報だけを得られるようにしています。ほぼ情報収集のためにフォローとか登録をしているっていう感じですね。まあ、たまに気分転換だったりストレス発散で、ちょっとエンタメ系の動画を見たりっていうことはあるんですけども、そういうのに時間を割きすぎないことも大事だし、その暗いニュースとか誰がどういうのを食べたみたいなどうでもいい情報に惑わされないように、そういうのに時間とかお金をかけないように意識してます。でさらに僕自身 YouTube を見るときは2倍速とか、まあ 1.5 倍速で早送りで見るようにしていて、まあ、これはなぜかっていうと、時間を無駄にしないためなんですね。やっぱり情報収集してると、自分にとって、あ、これはちょっとどうでもいいなっていうものだったりとか、あ、これはすごく学んでためになったっていう情報とあると思うんですよ。でそれをなるべく早く判断する、なるべく早く質のいい情報を効率的に吸収するためには、まあ 1.5 倍速とか2倍速で見ると早くキャッチできて、そして早くアウトプットできるっ
ていう意味で、なるべく2倍速で見るようにしたりしています。まあ、ぜひね、そんな風に情報収集のスピードっていうのにも意識を向けてみるといいと思います。そして10個目、僕自身がやめた習慣は移動時間に時間をかけるっていうことですね。昔はやっぱり会社員の時とかはもう往復で通勤時間に2時間3時間とかけていて、まあかなりね、これ無駄だなと思ったんですよ。だから職場の近くに引っ越すこともしたし、あとは例えば今で言うと日本全国のミニマリストさんに取材するようになってから、夜行バスとか高速バスで移動するんじゃなくて、多少高くても新幹線とか飛行機で移動するっていう風にしています。まあ、いわばお金で時間を買うっていう感覚ですね。やっぱりお金よりも時間の方が重要だと思っていて、まあ、これ言わなくても皆さん分かってると思うんですけども、お金って稼ごうと思ったらいくらでも稼げるじゃないですか、労働時間を増やせば。でも失った時間ってどう頑張っても戻ってこないんですよ。たとえ1億とか2億とか稼いでるお金持ちですら、時間って取り戻せないんですよね。50歳の経営者がお金を払って25歳にしてくださいとかできないじゃないですか。時間って財産で、若さって財産なんですよ。っていう意味でも、やっぱり時間を大事にしていくために、今の時間を大事にするためにも、やっぱり時間を生み出すためにお金を使うっていうのはすごく大事で、まあ、その一つが移動時間に時間をかけることをやめるっていうことですね。だから他にも自分から時間を奪ってくるものってあると思うんですよ。また別の動画でも撮りますけど、例えば物がたくさんあることによって片付けに時間が奪われたりとか、行きたくもない気乗りのしない飲み会に誘われて断れないから時間が奪われたりとかっていう風になっていくと、自分も損するし、相手にね、嫌な思いさせたりとかもするから、結局どっちもね、得しないから、とにかく時間を奪ってくるものを断つ、やめるっていうのはすごく大事になってくるんじゃないのかなと思います。ということで、今回の動画では貧乏時代の僕がやめた10の習慣ということでご紹介してきました。ぜひですね、まあ、この10の習慣のうち参考になるものを取り入れていただいて、実践していただいて、皆さんの生活がより良くなっていただいたらなと思います。ということで、今回の動画を終わりにします。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。